ブラッシュカビ属はキックセラーモンキックセラモ目に所属するカビの群である。かつては接合均衡に所属させた。胞子形成部がブラシのような形をしている。ブラッシュカビはほとんどのメンバーが極めて希少種であるキックセラメの菌類の中では最もよく発見されるもので種数も多い。一部の種は広範囲で比較的頻繁に観察されている。 よく発達した菌脂体を形成するが、成長は早くない。その特徴はまっすぐ、あるいは斜めに立ち上がる、柄の周囲に短い柄の先にこの群に得意な胞子、形成枝であるスポロクラディアをつけること、そして胞子をその仮面、あるいは外側向きにつける点にある。不正菌であり、土壌や糞から発見されるが、 特殊な動物性の気質との生態的な関係を持っている可能性が示唆されている。胞子形成部の拡大この属のものは形態的には互いによく似ている。日本で比較的よく発見されている C やシキュリフェラについての記載をもとに特徴をまとめる。菌糸をよく伸ばし発達した菌糸体を形成する。菌糸は比較的均一な太さで また成長の初期より規則的に隔壁を持つ。この隔壁の中央には、その両側をつなぐ穴とそれを塞ぐプラグのような構造がある。菌止は、気質中を伸び、気中菌止をよく出す。ただし、成長は遅く、この種では、計1 0ト、mm、ルに達するのに15日を要する。コロニーは淡い色のものが多く、この種では、黄色みを帯びる。 コロニーの表面から、まばらに、胞子のお柄を出す。この種では、柄の高さは0.5センチメートル、直径は10マイクロメートル程度。柄は分子しないか、まばらに分子し、胞子形成部は、先端の方にある。無性生殖は、立ち上がった茎の上に、独特の側死を生じ、そこに形成される分育子様の胞子による。有性生殖は、菌子の接合による。 接合法指能の形成による。無性性色は、文育子様の法子によるが、これは単法子性の分接法指能であると考えられている。この法子は独特の構造からなる短い即死に生じ、この即死を特に、スポロクラディアという。スポロクラディアの構造と、その配置はこの属を含む群において、分類上の重要な特徴となる。この属の場合、 胞子の大柄のある、程度上部に交互、あるいは螺旋状に並び、先端においては、原理的には、それが無限に形成されつつ伸長する、という構造を持つ。主軸はまっすぐであったり、ある程度曲がったり、螺旋を描くものもある。C アシキュリフェラの場合、スポロクラディアの出る箇所で曲がって、全体では多少ジグザグな形になる。スポロクラディアは、 主軸から斜め上に出た短い柄の上にある。柄は単細胞、時に2細胞で、形は単純、その先にスポロクラディアの本体がある。その部分は数個の短い細胞が並んだ筒状の構造で、その先端は幅狭く尖る。その筒状の部分の主軸と反対側、あるいは下向きの側面に短い防水系の細胞が2列程度に並ぶ。 この防水状の細胞の先端から出がするようにして生じるのが無症胞子である。無症胞子は細長い棒状か、それに近い形をしているのが普通なので、スポロクラディア全体を見ると殻のついたブラシのように見えるというのが和名の由来である。実際には、胞子はそこにできる水滴の中に放出されるので、生きている状態で観察すると、どちらかといえば、 スポロクラディア側面に胞子のボールがついているように見える。なお、スポロクラディアに並ぶ防水状の細胞は青カビなどに見られる分成子形成細胞であるフィアライドに似るためニセフィアライドと呼ばれることがある。また、この種に固有の特徴としてスポロクラディアから再び柄を伸ばしその先端にスポロクラディアを生じることがある。胞子の落ちたスポロクラディア ニセフィアライドが見える、気質中の菌糸の融合によって、接合方指能が形成される。特に区別できるような配偶指能は形成されず、一見では普通の菌糸の間の接合が行われ、その後にその部分、あるいはその側面に、球状の膨らみを生じる形で接合方指能となる。その表面は滑らかで、壁は厚くならない。土壌。 および、動物の糞から発見されることが多い。土壌中の特殊な成分、あるいは気質との結びつきがある可能性がある。例えば栗原はこの類を分離するにあたり、通常の土壌菌分離に使われる、土壌平板法の他に、桜エビを餌とする、釣り絵法や土壌飼料に、酵母エキスなどを加えて、全培養する方法を用い、例えばシースペラリスについては、 特に桜エビによる釣り絵法でよく出現したことを報告している。糞についてはネズミ類のそれがこの類にとって重要だとされるが、栗原はこの他にコウモリの糞からも分離している。ただし、土壌から出現するより頻度は低いと見ている。ない。この属は、 ファンティガン・ラが1873年に記載した C ・リバーサに基づいている。この時期の直前にキックセラやマータムゼラというごく近縁な属が発見されており、これらを含めてその分類上の位置などが論じられた。この類はその性質がケカビ類を思わせること、しかし近視に規則的な核壁を持つこと、方子や その形成過程が分成史に似るなど、不完全菌を思わせる面があることから、その位置づけには多くの議論があった。当時、平士農お核を形成する、死農菌類の無償生殖型との見方も存在し、一時はこのために学名に混乱が生じたこともあった。その後、1906年までに、この属のものが3種記載された。この間、 サックスターはこの属の培養株を収集しており、彼の死後、その資料を研究したリンダーが、新たに九種の新種を記載するとともに、既存の関連属を含む種について詳細な記載を発表した。これが長らくこの属のモノグラフとして重視された。彼は、シーアシキュリフェラの接合方針を報告した。もっとも彼は、サックスターが、 接合方針を確認していたことを示唆している。彼はさらに無性生殖器官の構造を論じ、これと関連する属、及び針刺しカビや針刺しカビもどきと関連づけ、このタグ独立のキックセラカと認め、接合菌類であって不完全菌ではないと判断している。これらの判断は、分子系統の研究が進むまでは、多くの研究者に踏襲された。 その後、RK ベンジャミンが、分節法指脳形成性の接合金について、多くの努力を傾け、この属についてもその法子形成などについて詳しく、報告している。日本では、宇田川、椿には一種のみが記録されている。その後、栗原優子がこの属を含む群について研究し、さらに種を追加した。なお、皇居での、この類の分布調査も行われており、 この属の二種が報告されている。近縁の属としては、よく似た構造のスポロクラディアを持つ属がいくつかあるが、多くは、胞石の柄の上のスポロクラディアの配置が大きく、異なる。最も似ているのはマーティンセラであるが、スポロクラディア上の胞石が、主軸側、上面側に配置する点で異なる。また、それほど大きくならない。なお、この属はこのトガでは、 数少ない寄生性で、キノコの上に生じる。現在この属には20種足らずが知られ、日本では以下の種が比較的普通に見られる。いずれも森林土壌から広く発見される。C エレクタはより温暖な地域に多い。インデックスファンガラムハット AB マイコバンク、ハットクリハラ P10 以下、携帯に関する記述は、 クワズナエトール、ピアニッシモ、896から897を中心とする、ハットクリハラピアニッシモ、16から21クリハラ、P34 ベンジャミン P397、ハットリンダー P49 ベンジャミン P400、リンダー P53 リンダーピアニッシモ、54から56、現在では、接合金衡は解体されている。ブラシカビを含むキックセラカは、 暫定的にキックセラキンアモンに置かれている、ハットクリハランドトクマスハットクリハランドトクマス P208。ありがとうございます。